新しい音楽の消失現象、ナンバー、愛の曲が Spotify から一斉に消えるなんて信じられないことが起きている。Spotify を開くと、お気に入りのアーティストやプレイリストを見つけるたびに、私たちの音楽ライフが豊かになります。しかし、最近、ファンたちの中で驚きと混乱が広がっています。ナンバー、愛の楽曲が GOAT 以外に一斉に消えてしまったという報告が相次いでいます。一体何が起きているのでしょうか これについての最初の情報は、リーディオンでの再生ができるというものでした。一部のユーザーは、このラジオアプリでナンバー、愛の曲が通常通りに聴けることを確認しています。これは一体どういうことなのでしょうかスポティファイとは何か異なる経緯や裏話があるのでしょうか友達とのラインチャットでも、同様の現象が共有されています。何時間か前まで普通に聴けていたのに、急に消えてしまったという報告が相次いでいます。 ユーザーたちは驚きと同時に、なぜこのようなことが起きているのか理解できずに言います。まさに未知の領域に足を踏み入れたような感覚ですね。これに関するユーザーの感想や質問が次第に広がり、異なるプラットフォームでの報告も増えています。例えば、LINE Music でも同じ状況が起きているようです。アカウント情報が違いますとのエラーメッセージが表示され、再生できないという報告が相次いでいます。何か技術的な問題なのでしょうか それとも何か契約上の問題が影響しているのでしょうか一部のユーザーは Amazon Music で再生するようになって以降、この現象が発生したと語っています。果たしてこれには何らかの因果関係があるのでしょうかこうした報告に対して、一部のファンは新しいプラットフォームやアプリを探し始めています。YouTube や iTunes など、n ンバー i の楽曲が別の場所で聴けるかどうかを確認しているようです。 ユーザーたちはアプローチを変えてでもお気に入りの曲を聴きたいという欲求を感じているようですね。こうした音楽の消失現象はまさにデジタル時代ならではの謎めいた出来事です。ファンたちはなぜナンバー、愛の曲が消えてしまったのか、そしてこれが将来的にどのような影響を与えるのかについて深く考え込んでいます。最後に、これについての正確な情報や解決策がないまま、ファンたちは不安と期待を抱えています。 新しい音楽の消失現象にどのように対処すべきなのか、これからの展開がますます気になりますね。あなたはどのようにしてこの現象に対処しますか何か情報や見解を共有したいと思いますかこの記事を通じて、私たちはデジタル時代の企業で興味深い側面に触れました。今後の展開が待ち遠しいですね。あなたの音楽ライフにどのような影響があるか、そしてこれに関するあなたの考えや体験を教えてください。